おっつお前も1ビートルぐらいアメリカ弁みたいな顔してお前。お明日お前にもう。どういうとこじゃがいもやろか。ハンペン言ってへんからお前、テンパとかお前塗り壁や言うてるの。何や、次塗り壁やん。塗り壁くん。次は塗り壁なんだ。そうや。お前が会うのもろいけど。おー、ライブ。おい、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 お前もやったな、お前。お前もやったな、お前。はい、これ。いや、仕切り直す前に拭いて。ごっつい拭いてる。タオルの方を何か。はい。何がハンペンや塗り壁やこれ。お前の煽りおもんないんじゃ。誹謗中傷しておもろいんだこれ。そういう煽りはおもんないぞこれ。そういう煽りはおもんないぞ言うとんねん。どうも、ヒロキングです。明日ようやく試合がね、やっとこの時が来ました。まあ、この前ハンペンとか言うておちょくったこと言われたんでね、この年になってこんなね、まあ僕、浩二選手の煽り方好きじゃないんですよ。誰ももう、まあ、いつもいつも気悪い、ね、あだ名つけてますけど、もうそこを言うたらバッチし、ね、返せる、思いっきりできる場所なんで、はい。思いっきりやりたいと思います。以上です。ありがとうございます。明日の試合に向けての意気込み、お願いいたします。あ、これめちゃくちゃいい匂いするんですよ。これ俺が作った香水。めちゃくちゃいい匂いするんですよ。それをどうしても伝えたくて。はい。コクさん、またこれ使ってください。あ、めっちゃいいんですよ。めっちゃモテてしゃあないね、これ。今この視界台でも、距離で匂ってきます。ごっつい匂いするでしょ。ものすごくいい匂いします。はい。だから明日はちょっとこれで会場の女の子たち目覚めにしようかなと。はい。いや、意気込みは。十分話しましたよ。今のところ意気込みです。はい。ありがとうございます。まあ、今回のルールは、まあ、エキシビションという形になって、勝敗はつかないんですけど、まあ、勝敗がつかないからこそ、思いっきり倒しに行きたいと思います。ねえ、やっぱり、そこは、僕が見せないといけないと思ってるんで、はい、倒しに行きます。浩二選手、どうでしょう、ルールについては。いや、もう、JBC でした。JCB、JBC か。のおっちゃんがうるさいわね。ね。こんだけね、みんなで盛り上げようとやったのに、五条で抜かすなと。まあ、それだけですよね。なんかもうルールがどうとかね。なんかなんちゃらもう言うてましたけど、みんなで盛り上げたらええやと。それだけです。はい。明日はね、僕もボクシング、ね、最高ファイトクラブからこうやってやらせてもらって本気で、まあ、やってるっていうところを見せつけれる最高のチャンスだと思ってるんで、ね、しっかりボクシングと自分の気持ちを見せつけたいと思います。やります。いやー、まあまあ盛り上がるようにね、やれたらいいなと思いますけど、なんかね、さっきね、アメバのね、人からね、なんか連絡来てね、なんかね、この子あれ、俺の金魚の糞に教えてもらっとったでしょ、ひょっとこくんに。あれでちょっとがっかりしたな。そこで金魚の糞出てくるかと。あいつ、いつまでたっても乗っかってくるなと。だからもう、金魚の糞に教えてもらったらもうただの恋キングですわね。もう、十分跳ねといてくれと。はい。ヒロキング選手、どうでしょう、それに対しては。まあ、今日もなんかこうやって言うてますけど、全然僕気にしないんで。エンタメファイターもこれまでやっていうところを明日の試合で見せつけたいと思います。あ、まあお前1ミリな、お前、おい、これお、張り切ってきたな。1ミリな、さあ、ここで張り切ると思います。もう、1回目で張り切らな、生で。お、張り切ってんな。1ミリってなんぼやぞ、男。ごっつお前も1ミリとるけど、塗り壁みたいな顔して、お前。お、明日お前にもう、どういうとこ、じゃがいもやろ。ハンペン言ってへんから、お前。テンパとか、お前、塗り壁や言うてる。次塗り壁なんだ。塗り壁くん。次は塗り壁なんだ。おお、おっつい急流滑りだ。さあ、バチバチの様相を呈しておりますが。さあ、一触即発の状態です。お前が会うのおもろいんけど。おい、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 
お前から煽ってきたぞ、これ。お前から煽ってきたぞ、言ってきたぞ。なめんな、これ。一度お座りいただいて。お前らもない、これ。貸して。エンタメファイターが。お前やな、これ。黙れ。それ張り切らなあかんやろ、お前。試合やねんから、お前。なんや、その前にお前聞き悪いんじゃ、これ。張り切れ、張り切れ。ああ、本当に張り切れ。言うとけ、こうだ。勝つ。調子や。さあ、バチバチの様相でございますが、改めまして仕切り直させていただきまして、いや、仕切り直す前に拭いてごっつい拭いてタオルの方を何か、はい、おぉほな、拭き合いするか、拭き合いするか、拭き合いするか、じゃあ俺ちょっと見てください。あ、拭いてます。拭いてやるか。どういうエンタメ言われへんのか。男の勝負しようぜ、これ。男の勝負しようぜ、言うときあれ、これ何がハンピーや塗り方や、これ。お前の煽りおもんないんじゃ。誹謗中傷しかおもろいんだ、これ。そういう煽りはおもんないぞ、これ。そういう煽りはおもんないぞ、言うとんねん。なあ、さあ、スタッフさんね、タオルの方をご用意させていただきました。皆さん、僕お願いやってるんですけど、これです。タオルをね、判定ください。頼んでください。お願いします。判定なんで。ありがとうございます。でも俺どう見ても絶対に、俺判定言われてるけど、この前は、やっぱね、試合がこの JBC とかのいろいろ兼ね合いとか、後期会長にしろはじめ、最高ファイトが、やっぱりね、いろんな人の力を、があって、こういうふうに僕もリング立てれてると思ってたんで、本来の自分を出せてなかったんですよ。僕。だから辛抱しとったんですよ。だから今回はもうこういう風にこの前で試合もバチッと決まって、ね、こういう風に軽量も乗って明日試合決まったっていうところなんで、僕も真剣のその姿を見てほしかったんで、今こういう感じになったんですけど、まあ明日おもろい試合絶対見せます。男の勝負しましょうよ、ね、お前もかけてんからね、やりましょう。バチバチの殴り合いがやっぱ盛り上がると思うし、俺はもう何でもね、バッティングにしろ、何でもどんどこいやから、自分も言うてんからな、言うたこと責任取ったらええやん、自分。はい、終わりました。ありがとうございます。お前や、こいつは、お前や、お前も言うとんねん。では、改めまして後期ファウンダーお二人のやりとりを見て、また明日の一戦一言いただければと思います。お願いいたします。いやー、まあね、まあそのやっぱ試合、まあね、その戦う前ってお互いやっぱこうね、気分も上がってくると思うんで、この熱い気持ちをリングでお互いこうぶつけ合ってね、どっちが本当に強いのか、やっぱりボクシングでね、ヒロキングは4回戦でプロボクサーで2戦2勝して、コージ選手の場合はボクシングの経験がなしだと、このね、ボクシングにやっぱりこう挑戦するっていうところもね、素晴らしいことなんで、果たしてこのコージ選手が、どれだけボクシングとリングで、力を出せるのか、果たしてどれだけの実力があるのかっていうのをね、僕自身もすごい興味あるんで、楽しみにしてます。